い、みままでーす。今日は、今、よくインスタで小さく見せるブラっていうのが、結構流行ってると思うんですけど、今回私もその小さく見せるブラをゲットしたので、今日はそれをレビューしていきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで今回はこちらベイミアさんからご提供いただきまして、5点の小さく見えるブラを送っていただいたので、それを1着ずつ試着しながらレビューしていきたいと思います。で、小さく見せるブラのいいところは、着たい服をね、可愛く着たいっていう巨乳ちゃんって多分いてると思うんですけど、こう大きすぎて、まあ私が今着てるみたいにロゴがぽよんってこう伸びちゃったりとか、どうしてもこのお胸が大きいことによってこうふっくらした感じに見えちゃったりとか、巨乳ちゃんあるあるの多分あの悩みとか結構あると思うんですけど、私はもう正直もともと大きくないんであれなんですけど、お胸が大きくって悩んでる方とか参考になればなって今回思います。ではね、この中に入ってるブラを今から1着ずつ試着していこうと思うんですけど、今回いろんなねパターンのブラをご提供いただきました。ちょっとあの遠かったんでアングルちょっと近くしたんですけど、まず1着目がこちら。こちらは脇肉胎児ブラっていうブラになります。めっちゃねデザインも可愛くて、何よりめっちゃ軽いんですよ。超軽い。後ろはねしっかり4フォックになってます。ではちょっと実際につけてみたいと思います。ちなみになんですが、今普通のブラつけてる状態がこんな感じです。でこれ結構私が持ってる T シャツの中で結構ぴっちりしてる感じの T シャツなんですけど、前はこんな感じ、ここはこんな感じですね。普通に胸がこれぐらい出てる感じです。これを参考にしていきたいと思います。難しいな、ほんまに太ったここの肉とかやばいんですけど。とりあえず普段つけてるブラがこんな感じです。横はこんな感じで、もうねここね、私が一番気になるのここのお肉なんですけど、年々ここがね出てきて、どういう風に変わるのか実際に着てみたいと思います。はい、実際つけるとこんな感じになりました。すごい、見て、ここのお肉がちゃんと中にフィットしてる。今から見るとこんな感じです。ちょっとちっちゃくなったんかな、あの多分比較してると思うんですけど、どうでしょうか。フィット感がすごい、めっちゃ柔らかい。でなんかね、ここまであるんでキュッて絞られて、こう下からこうちゃんと持ち上げてもらってる感覚がすごいあります。はい、ということで1着目はこんな感じです。めっちゃねデザインも可愛くて全然苦しくないんですよ。シルエットがねめっちゃ綺麗ですよね。なんかあのやらしさがない感じがいいですね。でこう動いても全然もうフィットしてる感じ、全然胸が動かないんで支えられてる感じがすごいです。ではこのまんまさっきの T シャツを着てみたいと思います。はい、さっきの T シャツを着てみました。どうでしょう、横から見てもこんな感じ。あ、ちっちゃくなってますね。し、なんかこの辺のボリュームがスッキリしてるような気がします。多分また横に分けてあれしてると思うんですけど、まあ正面よりは横からの方が分かりやすいかも。次、ちょっとアングルが近くなったり遠くなったりでバラバラかもしれないんですけど、すいません。次のブラはこちら。こちらは小さく見せるブラっていうブラになります。これもめちゃめちゃ軽くて柔らかくてノンワイヤーなんですよね。見て、ほら見てがね、クシュクシュも片手で収まるぐらいコンパクトになっちゃう。まあね、柄もねレースになってるんですけど、めちゃめちゃ可愛くて、後ろはこんな感じになってます。で、これも4フォックになってます。ではこちらもつけていきたいと思います。はい、こっちはつけるとこんな感じですね。こっちはさっきのと違って小さく見せるブラっていう名前の通り、なんか本当にさっきよりもほら胸が小さくなってるような気がします。後ろはね奥に留めてみました。これもでもデザイン可愛くて、谷間も若干見えるぐらいで、やらしさは全くないです。なんかさっきのとほんと全然違って、こうさっきよりも胸が包み込まれてる感じがします。よくねここのレースがお胸に当たってこう痒くなったりとかする方結構いると思うんですけど、全然そんなことない感じです。こうほんまにお胸の上にちょんって乗ってる感じで、全然あの刺さることが全くない感じです。
でね、フィット感がすごいんで、自然とこう姿勢が良くなる感じがします。ちょっと座ってて申し訳ないんですけど、普通にわざとこうやってるとかじゃなく、自然とこれが、今自然がこれです。ちゃんとね、まっすぐなってますよね。ではこれもこの状態でさっきの T シャツを着たいと思います。はい、さっきの T シャツ着るとこんな感じです。まあ、正面ちょっとあんまわかんないかもしれないんですけど、横向くとさっきよりないですよね。多分ちょっとこれじゃ分かりにくいと思うんで、じゃん、皆さんなんかこういうバッグ多分持ってると思うんですけど、これってこうかけた時にちょうど胸と胸の間にこう入るじゃないですか。それで胸がこう強調されて嫌な方結構多いと思うんですけど、はい、こちらが最初につけてたブラをつけた状態でのこのショルダーバッグをかけた状態なんですけど、正面から見るとこんな感じで、斜めから見たらよく分かると思うんですけど、このねキュッてなる感じね、ここがボコって出るんですよ。結構ね、このボボってしてるのを男性の方に見られてたりとか視線感じたりするときないですか？私それがめっちゃ嫌なんで、このブラで試してみますね。こんな感じわかるかな？全然ね出ないです。こんなに違うんですよ。すごくないですか？だから大きい胸の方とか多分もうすごいこうこれがねグッて食い込んでこんなんなると思うんですけど、これ全然ならないですね。さすが小さいブラっていうだけあると思います。続いてこちらはシームスの小さく見せるブラっていう商品になります。めちゃめちゃシンプルです。後ろもこんな感じで、こちらもホックは4ホックになってます。これもねノンワイヤーなんでめっちゃ軽いし、こんな感じで折りたたむとこんなにコンパクトになっちゃいます。で、生地としてはこの脇下の部分はあのプールの水着みたいな感じの素材になってて、すごいサラサラしてて通気性が良くて快適に過ごせそうな生地になってます。パッドはなんか若干薄いのが入ってるかなって感じですね。ではこちらも早速つけていきたいと思います。はい、こちらつけるとこんな感じです。これもねすっごいフィットしててつけ心地めちゃめちゃいいです。横から見るとこんな感じで、これもポッカー一番後ろにつけてる状態です。軽くて柔らかいのがめっちゃいいのと、このねホールド感がめちゃめちゃ心地いいです。もうちゃんとフィットしてるって感じですね。でね、なんかこうブラっぽくなくてスポーツする時とかにめっちゃいいと思います。スポーツブラみたいな感じでねつけたらめちゃめちゃいいと思う。生地もすごいチュルチュルやから汗かいても通気性いいと思うし、ちょうどいいと思います。つける時に思ったんですけど、めちゃめちゃ着やすいです。この伸び縮みがすごい効くのでめっちゃこれ着やすかったです。ではこちらもさっきの T シャツを着てみたいと思います。はい、こちらも T シャツ着るとこんな感じです。シュッとしてますよね。横から見てもこんな感じ。さっきの1個目のやつとお胸の大きさはほとんど変わらへんかなって感じがします。ではこのバッグをかけてみたいと思います。はい、バッグかけたらこんな感じです。横こんな感じで、さっきとやっぱ変わんないですね。これもね、ああいうショルダーバッグかけても全然あの谷間がグッて出ることなかったんでいいと思います。ボクシングジムで使いたいなと思います。なんかつけててすごい心地いいんで、次のブラはこちらになります。こちらは脇高&補正ブラっていう商品になってます。これもねすごいシンプルで私は結構好みなんですけど、後ろはこんな感じになってて、ここがねちょっと不思議な構造になってるんですけど、ここにちょっとボコボコねパッドが入ってるんですけど、このパッドがよりしっかり下から支えてくれるそうです。で、脇高になってるんで、さっき私がここ気になるって言ってたところもこれだけあるんで、しっかりね包んで支えてくれるんじゃないかなと思います。こちらはねホックが6ホックになってるんで、より多分キュッと支えてくれるんじゃないかなと思います。では早速つけたいと思います。はい、こちらつけるとこんな感じです。やっぱりすごいですね。ここのお肉がしっかり包み込まれてるんで、見てください、出てくることがないです。さっきのね下にあったパッドがちゃんとこのお胸を支えてくれてる感じがあります。で、こちらも6フォックなんですけど、一番奥で留めてみました。これもなんかデザインがシンプルなのがすごいいいなと思うんですけど、紐が太いんですよ。今紹介したやつ全部なんですけど太いので疲れることもないし、しっかりここが太い分支えてくれてるなっていう感じがします。で、こちらもさっきと同じような感じで生地がねすごい気持ちいいので着心地がめちゃめちゃいいです。ではこのまんまさっきの T シャツを着ていきたいと思います。はい、着るとこんな感じ
じです。どうでしょうか。横から見るとこんな感じ。これもね、小さく見せるブラというよりは脇高と補正ブラになってるんで、一つ前とその前のやつに比べるとお胸はねちょっと普通に出てるかなって感じがするんですけど、ここのねもういらないこの脇肉をしっかり入れ込んでくれてるので、横の部分はねすごいスッキリしたかなっていう印象はありますね。次がラストのブラになるんですけど、こちらは授乳用のブラになってます。はい、だからあの妊婦さんとかね、まだ授乳中のママさんたちにおすすめのブラになってます。もうこれもねノンワイヤーでコンパクトになるんですけど、とにかく生地がすごい柔らかいので赤ちゃんに触れても安心な感じの生地になってます。でここにボタンがついてて、パカって開くとこんな感じになります。ちょっとねこれは一旦この服のまんまつけるんですけど、この状態で申し訳ないんですけど、はい、つけました。そしたらここをパチって開けるとこうねお乳が出てくるっていう感じですね。でこうやってねおっぱいあげるみたいな感じなんですけど、え、めちゃめちゃいいですよねこれ。もうちょっと私お乳あげることがいいんですけど、とりあえず実際にちょっとつけてみたいと思います。こちらも実際につけるとこんな感じになってます。横から見るとこんな感じですね。これもめっちゃ軽くてつけ心地めちゃめちゃいいです。しっかり支えてくれてるんですけど、苦しいとかもなくて、他のブラに比べて一番柔らかいんじゃないかなっていうぐらい軽いし、つけ心地がめちゃめちゃいい感じです。授乳中に欲しかった。じゃあこれもこの上から T シャツ着てみたいと思います。はい、こちらも T シャツ着るとこんな感じです。横はこんな感じですかね。はい、ということで今回のベイミヤさんでの小さく見せるブラのご紹介は以上になります。どうでしたでしょうか。私もいろんな種類のブラを今回初めてつけさせてもらったんですけど、小さく見せてくれんのに全然苦しくもないしフィットしてて、しかもさらにこう姿勢もね自然とこう良くなって、個人的に使わせていただこうと思います。一個一個ね値段がちょっと高かったりするかもしれないんですけど、ベイミヤさんからこう定期的にお得に買えるクーポンとかも出てるみたいなんで、ぜひ気になる商品あったら概要欄の方に URL 貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。お胸が大きい人だけじゃなくて、私がさっきねこういうバッグをかけた状態のとかもやってみたんですけど、多分胸が大きい小さい関わらず、こういうショルダーバッグをした時のここの悩みって私でもあるんで、結構皆さんあると思うんで、お胸が大きかろうが小さかろうがチェックするのもいいと思います。こういうタイプのカバンも使うこと多いんで、どうしてもねここがキュッてなってもボンって出るんでね、そんなに大きくならないでボンって出るんで、それが嫌なんで、今回はいい商品に出会えたなと思います。それではインスタ、スレッズ、TikTok、楽天ルームもやってるので、そちらのフォローもよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。 See you。